ATS のポスター国立記念樹木園にある記念像補助地方義勇軍とは第二次世界大戦時にイギリス陸軍が組織した女性部隊1938年9月9日に発足し1949年に王立婦人陸軍に改組された補助地方義勇軍サーチライト隊1917年志願陸軍婦人部隊が結成され第一次世界大戦時に 事務官、調理、電話、ウェイトレス等として広報支援任務についた。1921年に解散。第二次世界大戦時には、イギリス軍予備役の国防義勇軍、婦人軍などに所属していた兵士を集合して新たに補助地方義勇軍として設立し、イギリス海外派遣軍の一部として300人の補助地方義勇軍部隊がフランスに派遣された。 ナチスドイツのフランス侵攻の際のダンケルクの戦いの撤退では ATS の電話部隊も含まれていた。九百四十一年九月には六万五千人の十七歳から四十三歳までの女性兵士が従軍し、操縦、郵便事務、弾薬検査などを行った。飛翔体計測装置、射撃管制装置のシネセオドライトの操作計測では五百人の ATS 女性兵士が 任務に当たった。シネセオドライトによる継続は、校舎法と組み合わされ、小準期の誤差を正確なものとした ATS 映写部隊。1941年1941年に、議会は未婚の20歳から30歳の女性を、広報支援として動員するための国民法司法を可決した。ATS のほか、王立婦人海軍。 第一看護用マンリーへ招集された。後に、既婚女性も動員された。国民奉仕法の下王立志願兵、婦人志願兵や婦人農耕部隊なども推奨され、募集された。女性兵士はレーダーによる、計測、校舎法操作、王立憲兵などに従事し、第二次世界大戦中の殉職者は717人であった。他、 1942年7月には、ロンドン王立方兵隊26部隊のサーチライト部隊としても活躍し、北西ヨーロッパ戦線での陸軍、第21軍集団での防空著名な ATS 兵士として、ウィンストン・チャーチル首相の娘、メアリー・チャーチルがおり、国王ジョージ6世の長女エリザベス王女も、トラック運転の訓練を受けた。ありがとうございます。